僕が来るとこうなるのかななんかそんな気がしてきたはい、すごいね、昨日小さい細いやつなあ細軸で吸い込みよくしはい、どうも、ゆるゆるするタイムズ紹介でございますね。雨でございますね。で今日ちょっと風も強いのでイカやりたかったんですけど、ちょっとイカはやめて、のんびりですね、先週と同様にですね、キスをやりたいと思います。なんか昨日ですね119匹も出たっていう方がいらっしゃるので、まあ、そんなにはいらないんですけど、のんびりですねやれればいいかなと思いますね。よろしくお願いします。よーし、じゃあ行ってみようかな。まず何頭かやって、ちょっと朝ここ店長から教えてもらった場所なんですけど、何頭かやって反応なかったら、ちょっと前回すごい安定して釣れた場所に戻ってみようかなと思いますね。こっちのなんか型が良かったっていう話なので、まずはここでちょっと攻めてみようかなと思いますね。行きます。ゆっくり巻きましょう。でゴツゴツっていう手触りというか手の感触があったら、ちょっと止めて竿だけでさびいてるみたいな感じですかね。お、なんか地形がありますね。お、お、乗ったかな、なんか。あら、ちっちゃいのいました。早速1匹ですね。あらら、じゃあ続きまして2匹目狙っていきましょうかね。ちょっとやっぱり今日もサイズがちっちゃいのかな、もしかしたら。ちょっと大きいの狙っていきましょうかね。ちょっとな、透明にキャストしましょう。おお、引く引く、いい方かも。うん、あ、いいサイズじゃん。よし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 、いいサイズ。あ、いいこと、やったやったやった。わあ、大きいじゃん。おおおー、いいね、やっぱいいわ。待って、早っ、お見事。あー、ちょっとちっちゃい、このちょっと地形がドッドっていう、重りと地面がなんかゴツゴツってするのが感じるんですよね、手に。そうなった時が結構チャンスですね。その際っ側にシルキスが多分いるって言われてるので。校舎大きいじゃん。あら、枯れちゃってる。ほら、あった、ちっちゃくなっちゃった。ちょっと活性が悪くなりましたね。どうしたんだろう、どこ行ったんだろう。お、お、久しぶりに来たけど、来た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 。なんか鈍い引きだったな。キスかなこれ。キスか。おお、またでかいで、型はこっちが出るな、やっぱり。しかもなんか蓋作ってるし。ほら、いた、やっぱここにいる。ここにいるわ。縮んだけど、ほら、乗ったで、ちっちゃそうだな。よいしょ、あ、いいや、標準サイズ。結構こっちが増えたんだな。手こ、あ、手こぎエリア多いな今日やっぱり。これも釣れた。餌をしっかりつければきっといい結果が。よいしょ、ほら、え、いや、よしよしよし、多いか。ああ、ちょっとちっちゃい。でもただ、でも一回打ちに来るかな、ここは。指出しちゃうかな。ということで、ちょっとだけ移動してきましたね。前回ここは数がたくさん釣れたところですかね。ちょっと向こうが人気になってきたので、ちょっとこっちで様子を見ようと思います。まずは沖にキャストしてみましょう。このぐらいだった気がする。おお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 、あ、あるし。おお、そうですか。こっち、うん、おお、来た来た。いい、おお、引くね。いいか。おお、でかい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 。
で、来いわ。着いたよ。しちょっとまた頑張ってみましょうかね。乗ったのか、乗ったか。おー、久々来た。よし、おー、いいサイズ。さあ、全然どうぞ。はい、10本もらっていいですか。どうぞどうぞ、はい、10本でも15でも、はい。あーあーあー、そんな感じなんだ。まあでも食えばいいですよね。ああ、全然綺麗。こんな感じだったら、みんなも終わったって。ああ、やっぱそうかな。ヤギさん、ありがとう。ああ、やったね、釣った甲斐があった。ぜひぜひ、美味しいんで。よっしゃ、ありがとうございます。じゃあねー。あ、猫おる。猫、あらららやってきたよ。おいで。あー、よしよし、久しぶりね。はい、久しぶりね、猫ちゃん。よし、とっとよし、とっと、あれ、転がれ、にゃん、あれ、ゴロ、ゴロゴロ、どうしたの。よしよし、はい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 、よしよし。またね、お魚あげようかな。はい、はい。行くよ。大きい。ね。はい、ということで、いろいろするダイブするクッキング編でございますね。で、釣れたのは、こいつですね、シロギスですね。今日はこのシロギスくんたちと、あと、前回釣れたたくさんのあのイカの、2キロアップのイカがまだたくさんあるので、これとキスを使って、もうイカキス天丼ですね。もうこれしかないでしょう。天ぷらばっかりしてるんですけど、天ぷらが一番美味しいです。キスはイカもそうかもしれませんね。ということで、イカキス天丼をやっていこうと思います。はい、ということで、ちょっと下処理に時間かかりましたけど、キスと、あと前釣ったイカですね、ちょっとイカも解凍しすぎたかな。余っちゃうな。と、まあ、一般家庭にはですね、かぼちゃとインゲンぐらい絶対入ってる、冷蔵庫に入ってると思うので、かぼちゃとインゲンも用意しました。じゃあ、これを揚げていきましょう。わあ、綺麗に上がってる。いい感じですね。いやー、怖い怖い、これは怖い。マジ怖い。マジで怖い。よしよし。あったあった。うわっ。うわ、どんぐらい食えるかな、俺。あ、キスのスペースがない。はい、ということで、完成しました。ということでですね、こちらが、なんと、そうや、丼を新調しました。前までの2回。ついたりしてたもんね、1回に済む。こちらが見えますかね、ドガンとイカキス天丼ですね。こっちが2.7 キロのイカの分ですね。で、こちらが昨日釣れたシロギスになっておりますと。まあ、タコもちょっとこの中入れたかったんですけど、タコはちょっとまたお楽しみということでですね、なんかうちの冷凍庫今食材が豊富ですね。まあ早速食べてみましょうかね。もうこれはまあキスからだろうな。ちょっといただいてみようか。間違いないもんね、久しぶりなキス。うん、あ、うまっ。鼻水だし。うんうんうん、やっぱり美味しいっすね。イカもちょっと食べてみますね。
うん、やっぱイカは天ぷらが一番前かな。刺身も美味しいんですけど。よし、ということで、あの久しぶりですね。なんか家でゆっくり食べるの久しぶりだな。ゆっくりというか、まあもうちょっと8時半過ぎててですね、ちょっとあの仕事のことをちょっとこれからやらないといけないんですけども、はい、ということで、まあ釣れたのでですね、今日は久しぶりにまずはちょっと飲んでですね、頭を切り替えてですね、まあ仕事のことがこのままできるかという話ですけども、いただきたいと思います。はぁ、なんか最近釣れてちょっと調子が上がってきましたね、ゆる釣り。まだまだね、あの夏にマゴチとかあの狙ってみたいなと思いますので、これからもよろしくお願いします。では皆さん、乾杯、本気にいただきます。あー、